日本神奈川県横浜市中区上野町上野町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は上野町1丁目から上野町4丁目。住居表示未実施。郵便番号は2310842。中区の中部に位置し、北は山手町、東は千代崎町及び本郷町、南は西野谷町、西は大和町、麦田町。 妙高時代に接する。一丁目から四丁目までのあざ丁目が設けられ、南西部が一丁目、南東部が二丁目、中部が三丁目、北部は四丁目となっている。一点二丁目を東西に本目通りが走り、その両側は商店街となっている。横浜北方郵便局は、この通り沿いの二丁目にある。四丁目の北端は、横浜市立元町小学校の敷地にかかる。 昭和40年代まで本木通りに横浜市電が運行されていたが廃止されて以降町内に鉄道路線はなく本木通りを走る路線バスが移動手段の主力となる本木通りに上野町のバス停があるほか港の見える丘公園方面に通じるビア酒通り上にある妙高寺前も町内に位置する住宅地の地下は 2017年1月1日の工事地下によれば、上野町2の89の地点で30万円、平方メートルとなっている。かつての倉木郡北方村の一部で、1873年に県による町並み整備により起立した。1889年に横浜市に編入。1927年に区政施行により中区の町名となる。 1928年に山手町と北方町の各一部を編入し、1から4丁目を置いた。1936年にはさらに山手町と北方町の各一部を編入した。上野の商名は、新編武蔵風土機構の北方村の孔にも記されている。中島理一郎の日本地名学研究には、東京、横浜のいずれにも上野、根岸があるのは面白いが、 上野は、断崖上の平原級と開始、または熊、鹿等の量の少ない平山続きの地と解釈してもいいと思うと記している。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。